これは ANN が入手したロシアウラジオストクにある極東連邦大学構内の画像です。北朝鮮の旗が並べられています。ここで今週、北朝鮮の金正恩委員長とロシアのプーチン大統領の初会談が予定されています。ウラジオストク駅のすぐそばにあるこうした小さな売店などは、金正恩委員長の訪問に合わせて休業するように通達を受けているとのことです。24日に金委員長が特別列車で到着する見通しのウラジオストク駅では駐車場を警察官らが封鎖するなど、すでに厳戒態勢が敷かれています。